はいどうも、整体のぞくの岡野です。はい、今回はですね、もう編集なしノーカットでお届けしていきます。皆さんにですね、めちゃめちゃいい情報をお伝えしていきます。何かというと、オンラインサロンを解禁いたします。パチ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 っていうことで、はい、ありがとうございます一人やからね、どんなテンションで言っていいかわかんないですけれども、まあ、オンラインサロンを解禁します。まあ、僕のですね、インスタグラムとかね、ストーリーとか見てくれている人はわかるかもしれませんが、まあ、ファスティングのですね、オンラインサロンを、まあ、開設していきます。はい。で、これもですね、まあ、ずっとやるわけじゃないです。もう期間限定でやります。日にちはですね、4月の1日から30日までの、まあ、1ヶ月間限定の、まあ、オンラインサロンになります。で、何をしていくのかっていうとですね、僕自身ですね、ファスティング、まあマイスターであったりとか、ファスティングの支部長っていうのをさせてもらってますし、まあファスティングが体にいいものだっていうのはですね、めちゃめちゃ僕はもう分かってます。なので、僕自身もやったりもしますし、まあ僕がですね、当院に来ている患者さんにお伝えしたりとかしてます。なので、本当にいい商品、まあいい製品はちゃんと皆さんにお伝えしていくのが僕はですね、正義だと思ってます。そんな中ですね、ファスティング、っていうとですね、もう皆さんのイメージはですね、もう、うわぁ、断食かぁ、きちいなぁ、みたいな。きついわ、いや、もう無理無理、先生無理です。私もういいです。そんな我慢できないです。っていう人ね、もういるんですよ。います。ね。でもですね、僕も最初そうだったんですよ。本当にそうで。もう皆さんと同じだったんですよ。ぶっちゃけファスティングとか、まあ、せんでもええやろって思ってましたし、むしろですね、こう、いや、もう3日間食べないってきついなぁ、みたいな、思ってたんですよ。ファスティングってね、こう、最初準備期間っていうのがね、あってですね、そしてファスティング期っていうのがあって、回復食、まあ回復期っていうのがあって、まあ合計1週間のプログラムでやっていって、まあ中日の3日間が、こう、酵素ドリンクだけで過ごす、まあ日になってくるんですけれども、この3日間が、まあ皆さんのイメージがね、多分強いんですけれども、まあこれをですね、やり方を間違えてしまうとお腹が空くんですよ。そして正しい知識がないと、ご飯だけ抜いてとか水だけで断食3日間したりとすると、これってね、実はただの栄養不足なんですよ。そして栄養がないってことは、まあもちろんお腹が空きますよね。だって栄養ないんですもん。なので、ちゃんと正しいファスティングっていうのをしていけば、酵素ドリンクとかで栄養取っていけば、お腹が空かないんですね、ほとんど。っていうのに、まあ、僕は最初そんな情報も何も知らなかったんで、とりあえずやってみたんですけれども、やってみたら、あ、なんか思ってたよりめちゃめちゃ楽だな、みたいな。で、まあ、お腹が全く空かないわけじゃないですけど、全然我慢できるな、ぐらいのレベルだったんですよ。なので、なんだろうな、こう、ちゃんとね、全然食べなくても、あ、もう3日間終わったわ、みたいな感じで、なおさら、体めっちゃ軽くて睡眠の質爆上がりしますし、なんなら仕事の集中力もめちゃめちゃ上がるんですよ。食べないから。ね。人の体っていうのはですね、消化にエネルギーを使うのと、まあ、いわゆる代謝にエネルギーを使うっていうのが二つがあるんですね。で、食べてる人はですね、この消化にばっかエネルギー使っちゃうんですね。胃腸の消化ね。だから、こう、代謝にエネルギーが回らないから、まあ、痩せにくいんですよ。これを、要は消化を減らすんですよね。食べないんじゃないですか。酵素ドリンクなので、まあ吸収とかめちゃめちゃいいし、胃腸の働きっていうのもね、少なく抑えれるので、この代謝に、要はエネルギーを注げるから、まあいわゆるですね、脂肪が燃えやすくなってくるんですよ。で、これもただの栄養不足じゃなくて、栄養をちゃんと取りつつの、まあファスティングになるので、お腹が空かないんですよね。ただ、この問題点としてはですね、一人じゃできるかわからないですっていう人がやっぱ多いんですよ。いやー、ちょっと私、ちょっと難しいかなーみたいな。しんどいかなーみたいな。要は一人で頑張らないといけないじゃないですか。っていうのが結構悩みだったんですよね。じゃあ、僕の考えは、よし、もうじゃあみんなで頑張ろうってなったんですよ。っていう、このみんなで頑張る場所がこのオンラインサロンだと思ってください。みんなで頑張る場所を作りました。ただこれもですね、まあ、どんぐらいの期間作ろうかなって思ったんですけれども、ぶっちゃけ僕もこれまだ全然テスト期間です。これが、まあ、続いていくかもわかんないですし、なので、一旦テストの期間等を含めて、まあ、1ヶ月間設定させてもらってます。で、これで、まあ、あんまり良くなかったら僕自身もやめます。ただ、意外にめちゃめちゃ良かったなとか、いや、もう先生めっちゃ良かったですっていう声があれば延期をしていきます。ただ、今はこれはね、わかんないので、期間は1ヶ月限定にしてます。そして、まあ、4月のね、1日から、まあ、受付がスタートしていきます。
はい、もう言うてる前ですね。そして4月の7日にもう受付を締め切ります。そしてなんとですね、もう価格が990円でこのオンラインサロン加入できます。で、1ヶ月間限定なんで、とりあえず1ヶ月入ってもうやめても全然 OK です。そして先着20名限定になりますので、僕もですね、誰かで構わずもう全員フォローするっていうのはやっぱり時間もね、結構難しくなってきてますので、やっぱり一人一人にね関わる時間っていうのは結構難しくなってるので、まあ先着20名さん限定でこの価格で、そして期間限定でさせていただくっていう形でやっていきます。はい、で、まあオンラインサロン入ってもらって、まあファスティングのね、商品とかセットっていうのはですね、まあ、別でちょっと購入してもらわないといけないし、まあ、自分でね、揃えていただける人は揃えていただかないといけないんですけれども、まあ、みんなでね、頑張れる場所ってないと思うんですよ。励まし合えるんですよね。あ、お腹空きました、みたいな。いや、頑張りましょうよ。もうちょっとやりましょうよ、みたいなね。こういう食事今日取りました、みたいなね。やったらこう、みんなグループでね、やっていくのって結構楽しいじゃないですか。なので、そういうね、集まりの場所を作るっていうことで、このオンラインサロンを解禁させていただきます。はい。なので、もう日にちもね、もうすぐになりますので、4月の1日から、受付スタートしますので、まあ基本的にですね、僕の LINE に入っている人は LINE にね、招待送りますし、まあ LINE に入ってない人はこの YouTube だったりとか、まあ Instagram でね、リンク貼っていきますので、まあこれを見てですね、もし興味がある、ちょっとやってみたい、見てみたいっていう人はですね、下の概要欄にですね、詳細フォーム貼っておきますので、クリックして確認してみてください。ただ受付はですね、4月の1日からになりますので、もうね、この4月の1日はですね、スマホを握りしめてですね、先着20名様の中に入れるように頑張ってください。はい、まあ僕もですね、こう初めての試みなので、どうなるかわからないし、もしかしたら皆さんに不手際を与えてしまうかもしれないですけれども、まあ一緒にちょっといいものね、作っていきたいなと思ってますので、ちょっと皆さんのご協力も、お願いいたします。はい、まあいろいろね、アドバイスだったりコメントもいただければ嬉しいなと思います。はい、まあ今回ですね、完全にこうオンラインサロン解禁の、動画になりますので、まあノーカットノー編集で久しぶりにお届けしました。はい、結構ね、このノーカットノー編集で喋るのってね、難しいんですよ。僕もこれ台本があって喋るわけじゃなくてですね、もうこれバーって書いて、あとは思ったことを話すっていうことをしてるんですけれども、まあ皆さんにですね、ちゃんといいものをね、提供したいっていう思いは変わらないので、一緒に頑張っていただければと思いますので、ぜひね、下のリンククリックして待ってください。はい、そうですね、まあ本日ね、ちょっと宣伝にはなりましたけれども、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。また次回何の動画を上げるかは分かんないですけれども、期待して楽しみにして待っておいてください。はい、そうですね、皆さん頑張ってください。バイバイ。